クニューヨーク出身の作曲家、指揮者、ピアニスト。これまでにグラミー賞25回、英国アカデミー賞7回、アカデミー賞5回、ゴールデングローブ賞4回を受賞している。アカデミー賞には52回ノミネートされており、ウォルト・ディズニーに次いで2番目に多い。AFI は、スター・ウォーズでのウィリアムズの音楽を、史上最高の映画音楽に選出した。また、アメリカ議会図書館は、文化的、歴史的、美学的に重要なものとして、スター・ウォーズのサウンドトラックを国家保存重要録音登録制度に登録した。これまでに、スター・ウォーズ、シンドラーのリスト、未知との遭遇、スーパーマン、E.T.、インディ・ジョーンズ、ホーム・アローン、ジョーズ、ジュラシック・パーク、ハリー・ポッターなど、ジョージ・ルーカス及びスティーブン・スピルバーグ監督作品を中心にの多くの映画音楽を作曲しており、アメリカの興行収入上位25作品のうち8作品を作曲している。また、オーケストラ、アンサンブル、協奏曲やその他の作品も数多く作曲してきた。1980年から1993年まで、ボストンポップスの首席指揮者を務め、ボストンポップスの名誉指揮者でもある。1974年からは、スティーブン・スピルバーグ監督とも交流があり、彼の長編映画のうち5作品を除くすべての作品の音楽を作曲している。他には、1984年ロサンゼルスオリンピック、テレビシリーズ、宇宙家族ロビンソンや、巨人の惑星などのテーマ音楽がある。2000年にハリウッドボールの殿堂入りを果たし、2004年には、ケネディセンター名誉賞、2016年には、AFI 生涯功労賞を受賞している。彼の作品は他の映画作曲家や現代のクラシック音楽やポピュラー音楽にも大きな影響を与えている。ニューヨークフラッシング地区生まれ。1948年にロサンゼルスへ一家で引っ越す。ノースハリウッド高校を卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で亡命ユダヤ系、イタリア人作曲家のカステルヌオボイ・コールテルスコに師事。1952年にアメリカ空軍に徴兵される。アメリカ空軍では音楽隊に所属し、編曲と指揮を担当。1955年に兵役を終え、ジュリアード音楽院ピアノ科へ進学し、ロジーナ・レビンに師事。在学時より、ジャズピアニストとして活動。ブレイク・エドワーズ監督のテレビシリーズ、ピーター・ガンのサウンドトラックにピアニストとして参加。1965年から編曲家、オーケストレーターのハーバート・ W ・スペンサーとの共同作業を開始し、そのコラボレーションは1992年にスペンサーが亡くなるまで続いた。大学時代にテデスコの下でオーケストレーションを含む様々な作曲法を勉強し、コラボレーションに頼らずとも作品を完成させることができたが、ハリウッド映画産業の慣例で作曲家組合、編曲家組合のそれぞれの組合員の仕事の範疇が厳格に規定されているためそれに従った。エイブリー・フィッシャーホールにて、レーダース、失われた、アーク、世紀の総譜を指揮するウィリアムズ。アーウィン・アレン監督のテレビシリーズ、宇宙家族ロビンソン、タイムトンネルや映画、チップス先生さようなら、屋根の上のバイオリン弾き、ポセイドン・アドベンチャー等の音楽担当として注目され、スティーブン・スピルバーグ監督のジョーズの音楽がアカデミー作曲賞を受賞。名実ともに映画音楽の第一人者となる。一連のスピルバーグ作品、スター・ウォーズシリーズ、口述するオリンピックの開会式の音楽が知られる。これらの作品は映画音楽を題材としたドキュメンタリー映画、素晴らしき映画音楽たちでも取り上げられた。指揮者としてはアーサー・フィードラーの死後、空席となっていたボストンポップスオーケストラの指揮者を1980年から1993年まで務め、退任後も名誉指揮者としてたびたび指揮台に立っている。同オーケストラを指揮した、ホルストの惑星やガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルー、自作の映画音楽など多数の録音がある。米国のハル・レナード社からジョン・ウィリアムズ・シグネチャーのシリーズ名で、スコア・パート譜が多数発売されている。スピルバーグ作品や、スター・ウォーズ全員旧作をはじめとする、映画音楽は、コンサート用にアレンジされたもので、オーケストラ版と吹奏楽用アレンジが選べる作品も並ぶ。映画音楽をオーケストラで演奏したい場合、複雑な手続きを経て、映画会社のレンタル楽譜を利用するケースが多い中、まとまった量の出版が行われている例は珍しい。映画音楽のほか、トランペット協奏曲、チューバ協奏曲、オリンピックのための作品も含まれている。父のジョニー・ウィリアムズは、ジャズ奏者で、レーモンド・スコット・クインテットで、ドラムとパーカッションを担当していた。同党のメンバーで、ポピュラー作曲家、ボーカリストのジョセフ・ウィリアムズと、ワールドトレードのメンバーなどで知られる、ドラマーのマーク・T・ウィリアムズは、どちらも息子である。1956年に、女優のバーバラ・リュイックと結婚。バーバラとの間に2男1女を設けるが、1974年3月、バーバラは映画撮影中に死去。1980年7月に2番目の妻と再婚した。1984年ロサンゼルスオリンピック以降、計3回行われているアメリカでのオリンピックで楽曲を提供している。ありがとうございます。